先週木曜日に札幌市中央区丸山でオープンしたのは飲食店の島クーマです。30日間熟成した黒毛和牛を厚岸産のウニが彩るステーキ、素材のパクチーから育てた手作りノンアルコールカクテル、選び抜いた食材で作る手料理が自慢です。店を営むのは加賀健二さん、夏江さん夫婦。楽しみしかないでもね、これからはね、不安だけど楽しみしかない、加賀さん夫婦は先月まですすきので居酒屋を営業していました。3年前に開店したすすきのの店舗、常連客に愛され二人三脚で営業していました。しかし長引く新型コロナウイルスの影響で、すすきのに暗雲が立ち込めました。でもこんなに人いないのに遭遇するの初めてだよね。初めてだね。すすきのへの度重なる時短要請や休業要請に客足は激減。夜10時以降の来客が多かったすすきのの店舗では経営を続けるのが難しく、まん延防止措置下の6月末に閉店しました。悔しいでしょ。だってさ、ここすすきの好きっていうか、ここ移って新天地でやろうってなって一からさ改装してさ、自分たちのせいじゃないんだもん。だって、そしてやってきた引っ越しの日、はい、一から作り上げた店舗の最後の姿に思いが込み上げます。寂しいですね。いろんなことがあったなと思いながら。移転先に選んだのは札幌市中央区の丸山。営業自粛の煽りを受けにくいランチの時間帯や午後早い時間帯の集客が見込めることが決め手でした。家賃はすすきのの3分の2。引っ越し費用を抑えるため、内装や家具は前の店からそのまま引き継ぎました。よし。そして迎えたオープンの日。いらっしゃいませ。一人目の来店は前の店舗からの常連客でした。まあ1割2割応援ですけど、このお店が好きだから来てるっていう感じです。はい。時短要請に従い、この日の営業は午後9時まで。来店は2人のみでした。これどうすかみたいな、うまいっすかって、いやうまいね、やっぱりうまいねみたいのがやっぱり自分らの生きがいであってやってるんで。それでも接客できる喜びに笑顔がこぼれます。まあ、様子を見ながらできることを、コツコツとできることを増やしていきながら、どんどんね、いろいろ回復していくのを待っていこうと思ってます。コロナ禍、厳しい経営は続きますが、加賀さん夫婦は新天地で挑戦を続けていきたいとしています。